もシャロンです。というわけでね、本日なんですけれども、拡張パックスカーレット EX バイオレット EX にね、収録されるカードっていうのがね、新しく発表されまして、めちゃくちゃ強いカードなんかもね、ありましたので、そちらの考察と、まあ、他にもね、新情報などいろいろありましたので話していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、まずね、こちらサーナイト EX ね、発表されました。こちらがね、 HP310 のね、超タイプのポケモンとなってまして、特性のね、サイコエンブレイス、これが自分の番に何回でも使える、自分のトラッシュから基本超エネルギーを1枚選び、自分の超ポケモンにつける、その後つけたポケモンにダメかを2個乗せるということで、これとんでもないこと書いてるんですよね。まず自分の番に何回でも使えるっていうのがバグで、なんでかっていうと、昔サイコリチャージっていうね、カラマネロがいたんですけれども、こいつがね、トラッシュからベンチのポケモンに1枚超エネルギーをつける、まあ、そんな特性で環境トップのポケモンでした。しかしね、このサーナイト EX は何回でも使える上に、ベンチじゃなくてバトル場にもつけれるということで、むちゃくちゃなね、ポケモンになってます。もちろんね、ダメ感が2個乗ってしまうというデメリットはあるんですけど、まあまあまあ、言うて些細な問題な気がします。で、技はね、ミラクルフォース190で、特殊状態すべて回復するというね、まあ正直、大したことがない技になってます。まあただ、サイド2枚しか取られないのに HP が310もあるポケモンということで、まあ技はね、まあ190でもある程度戦っていけるのかなというところもありますが、まあとはいえね、まあこいつがアタッカーというよりは、まあ特性がやっぱり注目なのかなという感じですね。まあ相性が良さそうなアタッカーで言うと、一番使いたかったね、魔法イップ VMAX は D レギュレーションでもう使えなくなってしまうので、まあミュウツー V スターとか HP は高くないけど、まあルナトーンとか、まあそういうね、エネルギーをね、参照にしたポケモンっていうのはたくさんいるんで、ピッピとかアヤシシとか、その辺も選択肢になってくるのかな。まああとコクバとかもシンプルに強いのかな。うん、まあそういう相性が良さそうなポケモンはたくさんいます。でね、このポケモンがね、なんでね、そんなに強いかっていうと、進化前とかがめちゃくちゃ優秀で、まあ、まず今回発表されたキルリアってのもいるんですけど、まあ、こいつら大したことなくて、まあ、リファインのキルリア、まずこれがめちゃくちゃ強いですよね。単純に手札を1枚捨てて2枚引くっていう超優秀な特性を持っているポケモンが進化元になっているという点。そしてね、まあ、キルリアにはミラージュステップっていう技を持っているキルリアもいて、まあ、これをね、1枚だけ入れとけば、ミラージュステップから入ってね、リファインのキルリアを3体出す。まあ、そんな動きもね、取れたりする選択肢もあります。で、まあ、キルリアが超優秀なのも、まあ、いいんですけど、もう一個あってね、まずこのね、アルカナ社員のサーナイト、こいつも超優秀な特性を持っているし、あとはキルリアから進化する選択肢としては、バディキャッチのエルレイドっていうのもめちゃくちゃ強い、サポートをね、サーチできる能力を持っているエルレイド。ということで、まあもうキルリアが強い、で、キルリアの進化先がエルレイド、アルカナ社員のサーナイト、サーナイト EX ってもう全部強いで、むちゃくちゃ強いですね、これは。うん、間違いなく使われてくるカードになってくると考えてます。結構環境トップでもおかしくないかなと思いますね。前までね、D レギュレーションだと、怪しい缶詰とすごい傷薬っていう、エネルギートラッシュする代わりに回復するっていうね、グッズがありまして、まあそれをね、使えばね、サイコエンブレイスとめちゃくちゃ相性良かったんですけど、まあそういうカードがね、出たら、もうバケモンレベルのデッキになるのかなという感じもあります。はい、次ね、ジバコイル EX。まあ、このポケモンはね、省略でいいでしょう。なんでかというとね、まあ、前々からね、情報ほぼ出てたんでね。まあ、パルスランチャーとエナジークラッシュっていうね、まあ、小回りの効く優秀な技持ってて、まあ、雷タイプなんでね、ミライドン EX と組み合わせたりすると、まあ、コイルとかも展開しやすくていいかもしれないですね。で、次がね、この偉大な牙 EX、そして鉄の轍 EX ですね。まあ、これら、まず偉大な牙から見ていきましょう。偉大な牙は HP250 のね、種ポケモンとね、まあ、極めて高い HP を持っているポケモンで、技がね、岩盤崩し、場に出ているスタジアムを取らせている 1N40 というね、まあ全然いい技を持ってますよね。で、ギガントタスク。これがね、3N250 の技でかなり優秀。こだわりベルトとか持って、相手のね、パルキア V スターとか、280ラインのポケモンを倒せる250はね、3N にしてはかなりいいですよね。ただし、このポケモンにも50ダメージの反動があるよっていう効果になってます。で、まあ、当ポケモンなんで、コライドン EX のね、特性ディノクライ。まあ、これがね、相性良かったりとか、あとは発表されている岩の胸当てをつけて耐久をね、担保したりすることができます。岩の胸当てがね、自分のダメージもね、軽減できる能力だったらめちゃくちゃ相性良かったんだけどな。超どうでもいいけど、偉大な牙 EX の英語名がね、グレートタスクなんですけど、ギガントタスクってなんかちょっと面白いですよね。うん。これ伝わらなそう。もうこの面白さ。で、まあ、パラドックスポケモンなんですけど、なんかこう、パラドックスポケモンみたいに一文とかは全くないので、今後なんか、その古代ポケモンのサポートカードみたいなの出るのかななんて思ってたんですが、なんかなさそうな感じがしますね。参照する要素がないから。まあ、古代ポケモンは、そういう参照する何かがない代わりに HP が高く設定されてる。まあ、そんな感じの設定なのかなと勝手に予想します。
次が鉄の轍 EX。 こっちはね HP220 と、まあ、別に高くなくて鋼タイプのポケモンになってますね。でトリプルレーザーが相手のポケモン3匹にそれぞれ30ダメージっていうね技を持っていて、下の技がねサイバネホイール160、このポケモンベンチと入れ替える。まあ、ちょっと総合的にすげー微妙というか、もうちょっと断言すると弱いと思ってますね。まあ、まずトリプルレーザーが、まあ、マナフィーとかいたらほぼ意味ない技だし、まあ、30ダメージじゃねそんなにこう美味しい思いはできないですよ今時。なんか昔のねレジスチル EX がね同じ技持ってたみたいで、なんか昔からポケカやってる人の間ではレジスチルのパラドックスポケモンって言われてるらしいです。で、まあ、サイバネホイールもね、まあ、4エネ160ってちょっと物足りなすぎますよね。今時3エネ最低200ぐらいは欲しいね。ミライドン EX とかだってね223エネ出るわけですからね。まあ、そう考えると入れ替わるところに注目すべきだと思うんですが、まあ、入れ替えた先でね当選棒の特性を持ってるカビゴンとかダメージ受けないミルタンクとかね、まあ、そういうのに入れ替えつつ戦う、まあ、そんな感じのね戦略は考えられますけれども、まあ、まず4エネの確保が難しいし、入れ替えたところでみたいなところも現状ありますよね。ガラルマタドガスのね化学変化ガスとかがね使えたらよかったんですけど、まあ、あれもね D レグなんで使えなくなっているという感じですね。でこれは本当にねもう何の根拠もない考察なんですけど、明らかにちょっと偉大な牙に比べて弱いなと思ってるんですよね鉄の轍が。なんですけどこの未来ポケモンっていうのは全部鉄のなんとかって名前がついてるんですよ。古代ポケモンはね全然名前の法則性とかないんですけど、未来ポケモンは鉄のなんとかなんで名前が、なんで鉄のなんとかのみ使えるトレーナーズカードみたいなのが、まあ、ちょっと今後ね出るのかなとなんとなく予想します。じゃないとちょっとね弱すぎるし、なんか格差をね感じちゃいますよね。まあ、未来ポケモン専用サポートをちょっと希望という感じです。では新カードの発表はそんな感じですね。まあ、あの偉大な牙とか鉄の轍はゲームの方でもね最初の方から発表されてたポケモンなんで、まあまあまあこういう序盤で出てくるのかなという感じですけど、まあ、パラドックスポケモンねかなり好きなんでちょっともっとねガンガン出てくると考えるとめっちゃ楽しみです。で他の情報としてはね世界大会に関しての、まあ、情報がちょっとだけ出てましたね。なんか世界大会の権利が前までチャンピオンシップポイント上位30名までだったんですけど、なんか上位40名になったみたいです。まあまあ誤差といえば誤差ですよね。まあ、人数決まってるんでしょうがないと思いますけど、50名にしてくれてもよかったんじゃないかとね思いました。あとチャンピオンズリーグ新潟がね追加開催されることになったみたいです。ゴールデンウィークにね開催されるみたいなんですけど、まあ、大会がねあればあるだけみんなの当選確率も上がるし盛り上がりもすると思うんで、まあ、非常にねありがたい追加開催だなと思います。あとはおうちでシールド戦のキャンペーンのね応募期間が12月31日までらしいんで、まだの方はやりましょうというようなね告知が来てました。はい、という感じでね今回発表された新情報についてまとめてみたんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、個人的にはもうねスカーレット EX バイオレット EX のね注目カードっていうのだいぶ出てきてるのかななんて思うので、まあもちろんねまだまだあの面白いカードたくさんあるとは思うんですが、もう今の時点からねデッキとか組んで遊んでみてもいいかななんて思ってますんで、まあ、ちょっとねあの対戦動画とかもやっていけたらと思いますんで、ぜひね高評価チャンネル登録していただければ嬉しいです。というわけでね見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。